はい、皆さんこんにちは、みのチャンネルのみのわです。いつもご視聴ありがとうございます。またですね、私の書斎からお送りしております。私の書斎はですね、防犯カメラがありまして、こうカメラが道の方に向いてるわけですよね。それを録画して、何日間かな、2週間か3週間録画がハードディスクに溜まって、で、何も問題なかったらそれが消えて、また録画、消えて録画みたいなね、感じでずっと残るようになってるんですが、ここにあるんですね、それがね。ちょっと見せちゃう、これ今映せないけどさ、うわっ、これこれで監視できるんですか。これで監視してます、外もうバッチリ映ってるからさ、たまにさ、いるわけよ、うちのさ、あの植木を盗んでいくやつとか、もう花だよね、花咲いてると綺麗だからって、ハサミ持ってきたやついたからね、なんでそういうことが、おばちゃんなんだけどさ、できるんだろうね。で、あとゴミをね、勝手に捨ててるやつ、これ多いでしょ、勝手にゴミを捨てるやつ、バッチリ映ってますからね、そういうのだからってさ、それをさ、どっかのなんか嫌な親父みたいにプリントアウトしてベタベタ貼るとかさ、どっかにクレームを言うってことはまだしてませんけど、でもね、片付けるのは誰だと思ってんのか、掃除するのは誰だと思ってんのかって、本当に思いますよ。だからね、中学校高校の皆さん、ジュース飲んでそのままそこに置くなんてことは絶対しちゃダメですよ。どうせその缶を捨てるのはそこのお家の方が捨てなきゃいけないわけですよ。あなたの飲んだ飲み物を、お金は出したのはあなただろうけど、わざわざその人の捨てた缶をね、ゴミ箱に入れてさ、缶の日にゴミ出さなきゃいけないっていう、その辛さを考えてみてくださいなと。そんな話するわけじゃないんだけどさ、今日雑談なんです、雑談。今月ドバイ行きます。うわー、あー、 UAE ですよ、ドバイ。私にとっては15年ぶりかな。ブルジュハリファって言って、世界一高いタワー、建物があるんだけど、タワーっていうか、マンションっていうか、それが建った直後に行ったのね、知らずに行ったんだけど、で、うわ、なんだこの高いのってのを見たのが経験あるから、まだ15年経ってないのかな、10年以上昔ですね。それからどのぐらいドバイが進化、10年間、この10年間で変わったのかっていうのは、やっぱり、見て体験をしていきたいなというふうに思ってます。そしてその見て体験したものをですね、行けない方、ドバイ行ける？いや、絶対行けないです絶対に行けないです。ドバイに行けない方のためにですね、私が代わって皆さんにですね、ご報告してみたいなということで行ってみます。で、行ったら YouTube ね、撮ってみてもらえばいいんですけど、その前に今何撮ってるかっていうと、値段よ、ドバイの旅費、はい、びっくり。いやー、この1年でめちゃくちゃ上がっててめちゃくちゃ上がっててって、いくらだか、どうビジネスクラスドバイ旅行100しないとかぐらい、はい。今ね、今回の予算はですね、旅費だけで、食費なしね、ホテル代と旅費、移動費だけで一番安くて270万円超えました。あ、一人は135万円車買えるじゃないですか。確かに、本当だね、うん、どんどんこれから減っていくと思いますけど、いわゆるツアー会社が組む、例えば5泊7日ドバイ旅行とか言ってさ、はい、飛行機はこっから、ね、羽田から出て何時に着いて、で、移動してこのホテルに泊まって、観光はこれがついて、じゃあ帰ってきますっていう旅行、普通のね、はいはい、あれはなくなると思う。え、なんでかっていうと、なくなりはしないのかな、はい、パック旅行は今円安でめちゃくちゃ高いじゃない、旅費、円安だから、はい、で、あと石油が高くなってるから、燃費、飛行機の燃油サーチャージもすごい高いのよ。だから、でもパック旅行は値段って低いってイメージじゃない？はい、パック旅行の値段を低くするためにホテルがめちゃくちゃひどいの。ひどい？ひどいってのは安いの、チープなの。あ、めちゃチープ。ドバイってキンキラキンの感じがなんかするじゃない、はい、もう夢の国みたいな感じじゃない、はい、もうそんなホテルじゃないわけよ。もう街からすんげー外れた、すげーもう安っちいホテルだったりするわけ、はい、そうやってパッケージ組んじゃったりするから、はい、
そんなとこ行きたくないじゃない。そうですね。で今回、はい、高級ホテルでもうエミレーツのいい時間のビジネスクラスで行こうと思ったら、そんなパッケージは存在しませんでした。まあそうですよ、ね、もういろんなパッケージ見た、うん、だいたいドバイでそうだな4泊5日とかぐらいで行こうと思ったら100万円ぐらいです、うん、エミレーツ使っても100万円ぐらい、ホテルが安いから、うん、そんな感じでパック旅行ありました。でもそんなホテル泊まりたくないから、私の場合はもう高級ホテルしかないので7つ星も泊まりますよ今回、うん、わこれはドバイじゃなくて隣の国アブダビ、アブダビでエミレーツパレス、もうパレスって言って宮殿だ宮殿宮殿泊まりますよ。あと一番新しい、今一番予約も大変な一番新しい今年オープンしたアトランティス・ザ・ロイヤルっていうホテルがあるんだけど、はあ、そこもめちゃくちゃ高級、もう全部1泊20万30万です、はあ、あまあ当たり前だよね、そんなとこ取ってるからさ1人135万でも安いよね。そうですね、そう考えると、あれってまあ2人で泊まるから同じ部屋、はい、2人で泊まるから20万の部屋泊まっても10万10万なんだけどね。あ、はいはい、今回は4つのホテル200、200、200、200、8泊、うん、そこにはさっき言ったアブダビのエミレーツパレスホテルという宮殿もあれば、はい、砂漠の中のリッツカールトンもあれば、うわ一番新しい豪華なザロイヤルっていうホテルもあれば、楽しみでしょうがない。でこれで皆さんに何がお伝えしたいかっていうとですね、じゃあパック旅行で申し込めなきゃからどうしようと思ったわけですよ。で考えたのが自由旅行、フリー旅行、なんていうのかわかんないけど、自分でエアを取って自分でホテル予約する、はい、それが安いのかもしれない。でも英語力のない私としてはですね、手助けが欲しいわけですもうそうしたら、ね、ま、皆さんごめんなさい、ま、もう解約しますよ、解約しますけどセンチュリオンカードアメックスセンチュリオンカードと、あとセゾンのダイヤモンドカード、はい、あとはアイデパートの旅行部門、この3社に見積もりしました。この飛行機でこの日にちで行きたい、そしてこのホテルに泊まりたい、さあいくらだか出せって言ったら、一番安いのが、ごめんなさいもう一つあった、 T スタイルっていう自由旅行専門の会社があったんです、うん、フリーな旅行を組みますよっていう、そこがやっぱり一番安くて、2人で270万、次に安かったのはいろいろ探してくれたセゾンダイヤモンドって会社がいろいろ探してくれて、それでも300万円ぐらいでした、うん、次に安いとは言えないな、高かったのがアーメックスのセンチュリオンカード、これは330万ぐらい2人で、はあ、もうこの時点でもう60万から70万円もう金額の差が出てますよ。同じホテルですよ、同じ飛行機ですよ、もうこれだけ差が出てる。さあ問題はですよ、アイデパートの旅行部門500万、え2人で400万だったら高えな、なんだよ、ね、デパートのくせしてみたいな感じで終わるのが、はい、500万、何これって、同じホテルで同じ飛行機でなんでそんなに金額違うのってちょっと怒っちゃったよ。そうですよね、うん、倍まではいかないけど、倍まではいかなくても倍、倍じゃん、ほぼほぼ、あ270だから倍近い、270万が500万、だから倍近いという感じ。これだけさ同じホテルなのに全部金額が違うって不思議だなと思って。で皆さんね、そんなのさアゴダで取りゃいいじゃんとか、なんかいろんなサイトあるじゃん、ホテルの、ね、値段を比べるサイトがいっぱいあるじゃないですか、はい、それ全部私見ましたよ、私組みましたよ、私全部組んで飛行機も一番安いビジネスクラス、エミレーツのビジネスクラスを予約して取って取って計算して計算しても、 T スタイルの値段とほぼほぼ変わらなかったです。だいたい自分で頑張っても130から140ぐらいだった、だから一緒だった、うん、あまあね、自分で取っても同じぐらいなんだったら旅行会社っていうところに取ってさもらって、何かあった時に電話できる先があった方がいいじゃん、うん、そうです、うん、それで現地の観光だけはベルトラって知ってる？
分からない。知らない。ベルトラってあの前からあって、例えばイタリアのローマで観光したいって言うとベルトラっていうサイトでローマって検索すると、3時間の観光はいくらで付き合いますよとか、車出して7時間の観光だったら何万円取りますよとかって、全部そういうドルとかで、ね、出てるサイトがあって、うん、そこで個人で申し込むっていうのをまあまあやってたんで、じゃあベルトラがいいかななんていう感じでベルトラって言って検索したんですけど、アブダビまで行く日本人がいなくてそんなツアーがなくて、日本人今外国に行かないからね、観光客すごい日本人減ってるんで、うん、もうベルトラも日本人なんかどうでもいいやになっちゃってるのかもしれない。だからしょうがなくて見つけました。見つけたのがロコ旅っていうサイトを見つけました。そのロコ旅はどちらかというと、その現地に住んでる日本人の方が登録して観光に付き合いますよっていう方が多いサイト。もちろん現地の観光免許も持っていて、ツアーできますよとか美術館の案内できますよっていうちゃんとした方もそこに登録もされてるし、あとは現地に住んでいて美味しいお茶飲めるところやレストラン、美味しいレストランも紹介しますよなんていうような人もいれば、あとじゃあドバイだったら会社法人を作るためのお手伝い、銀行口座を作るためのお手伝いをしますよなんていう個人の登録だったり、いろんな日本人が登録してあるロコ旅っていう全世界にね、あの住んでる日本人がそこに登録してて、そのサイト見つけたんです。そのサイトで、じゃあすいませんけどアブダビの観光お願いしますとか、じゃあ車付きでドバイの観光お願いしますみたいなこと形で、一応現地の観光についてはそのロコ旅っていうのを今回使ってみようというふうに思ってます。はい、長くなりましたが、これからパッケージ旅行っていうのはどん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 なくなっていくような気がします。日本人が旅をしなくなってしまったので、あんまりいいパッケージが組めないみたいで、円安になってます。なかなか海外旅行は難しいかもしれません。で、個人旅行、自由旅行っていう形で組んでみたいなと思った時に利用できるサイトが結構今少なくなってます。私は T スタイルっていうところを見つけました。今年イタリアも行ったんだけど、イタリアもそういうイタリアにある旅行会社で日本人と連絡を取り合って、イタリアの本社と私こうメールでねパッケージを組んでもらったんで、これからは自由旅行そういう形になるんじゃないかなというふうに感じております。はい、ということで、これからドバイ行ってきますんで、また皆さんにご報告差し上げます。楽しみにお待ちください。できます。